こんにちは、松平健です。今日はですね、小池屋さんのポテトチップスを食べまくるという、そんな今日でございます。これを食べながら開けていくね。マツケンチューブ。普段ポテチとかって食べますか？たまに食べますよ。テレビ見ながらとか。今いろんなこう種類があるでしょ。だから結構家でも味比べみたいなことをやってます、ね。味比べっていうのは例えば 何でやるんですか？その硬さとか、はいはい、厚さとか、あとはまあ味ですけどね。ちなみにどんなのが好みですか？そうですね、あんまりこう薄いっていうよりもちょっと歯ごたえがあって、はい、っていうのが好きですね。うん、好きな味っていうのは何ですか？結構いろいろ好きですね。これといったっていうよりも。なるほど。後ろ見ているといろいろ並べておきました。ね、すごいですね。今回は気になるものとかありますか？これなんか見たことないですね。あ、そうです。初めて見る。いいですか、ちょっと。あ、どうぞ。新発売。ザ・ノリ塩。60周年ということでね。これ紙でできてるんですね。環境に優しいっていうか。そうですね。こうしけったりするのはあまり今までと変わらない。ちょっとぜひ中を開けていただいて。そう、ちょっといいですか？あ、中はやっぱりこうなってるのね。しけらないように。そんな熱くないです。やっぱり海苔の風味がやっぱすごい。うん、歯ごたえはありますね、しっかり。おいしい、おいしい。塩気も上品な塩気で。麹塩。いいよ。あ、これの方がやっぱりしっかり塩の味がしてますね。うん、ジャガイモ感もあります。すごい。あ、こっち塩すごいなんか美味しいね。やっぱり普通の塩と違うね。やっぱり麹塩っていうのが、なんだろう、コクっていうのかな。うん、薄塩とか比べるとやっぱり。マツケンチューブ。結構いろいろこうラインナップっていうかテーマによって、塩とか海苔塩とかあるので、今度キキポテチをしていただこうかな。キキポテチ。キキポテチです。当てるやつ？はい。この塩味で、レギュラーのポテチなのか。そんな。例えばビワポテトとか、あとフライドポテトとか。ああ、フライドポテト。そうですね。食感とか、そこをぜひ当てていただきます。はい。はい、やってみましょう。まずは、まずはノーマルの味塩。これはよく食べるやつじゃないですか。これはもうレギュラーの。ね。いただきます。本当に薄い塩で、これは食べ慣れたやつですね。次はフライドポテト、激薄塩味フライドポテト。あ、感激か。激薄じゃ困るかね。
うん、なんかこれの方がパリッとしてる。やっぱ食感が違うのかな。うん、こっちのはパリッとしてる。はい。硬いって感じ。まあ硬くはないけど、あの厚さは多分同じで、ね、揚げ方が違うんじゃないの。こっちの方がやっぱちょっと塩、お塩がちょっとほんの気持ち効いてるのかな。そしたらビアポテト、オホーツクの塩、あ、大きい。あ、確かに。これまたポテトも違うのかな、大きさが全然違うもんね。 あと色と、色はこれなんだろう、塩の違いで色が変わるのかしら。ね、ちょっと甘みのある塩。ちょっとポテトもちょっとだけ厚いかも、微妙に厚さが。ちょっと厚切り。うん。あ、厚切りって書いてあるわ。うん。そう、ホクホク感。そうね、じゃがいもの味がよりするね、こっち。やっぱ塩が違うね。うん。今麹塩も含めて4種類食べていただいたので、ちょっとこの4種類を当てていただこうかな。食べた感じ。うんうん。わかりそうですか。多分わかる。期待。ありがとうございます。じゃあ挑戦していきましょう。はい。マスケンチャレンジ。では早速始めたいと思います。今食べた4種類をこちらに並べてありますけども、これを食べながら当てていくという。なんとシンプルな。うん。そうですね。見た目はそう変わりはないですけども。では早速食べていってみましょう。まずは、うん、これはもう定番のポテトチップス薄塩味ね。ではこれはね、これだ、フライドポテト。これがフライドポテト。この2つはちょっと微妙ですね。これがオホーツク、これがオホーツクですね。でこれが、この麹、です。どうでしょう。正解です。おお。正解です。え？不正解？これとこれは逆か。あ、そうです。ああ、そう。うん。
そうだね。こっちの方がやっぱりこう塩が違うか。オホーツクが甘いのね。どうか。そうでした。ああ残念。また次もまた別の。ね、また挑戦したいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったら高評価、チャンネル登録ボタンをクリック。次回もご視聴よろしくお願いします。